はいどうもこんにちは、すなまるです。やっていきましょう、美少女だらけの栄冠ナイン。前回まさかの奇跡の1回戦突破を果たして、今日は2回戦となります。やっていきましょう。注目選手は、あーこれはね、いい加減ね、板山ちゃんをね見ていきたいところなんですよ。岩間ちゃんも前回まさかのホームランで活躍してくれたんですが、今回は板山さん行きましょう。今回も前回同様1年生中心のオーダーとなっております。板山ちゃん調子めちゃめちゃ悪いな、頑張ってくれよ。お待たせいたしました。さあ頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。稲城工業地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側稲城。さあ相手の評判前評判だっけ、総合力みたいなやつを見たいんですよ。多分ビーッビー、うちはいいなんで無理だな無理だなとか言って板山ちゃん全部一じゃん、大丈夫か、調子めちゃめちゃ悪いな。相手のあれを見たい。相手のあれ、相手の能力ってどうやって見んの、見れないの、ひょっとして。ちょっと様子見ていくしかないか。第9投げました、高速スライダーはストライク、少し意識しすぎた。球速いね、球速いですね。相手やばい、速い、走った、球速いね、引っ張るか。投げました、打った、これはファースト真正面、うーん、まあ、どんまいよ。こんなよく押さえてるよ。これから中盤4回に入ります。トップバッターは板山、最初のバッターボックスは内野に倒れています。まっすぐ見送ってストライク、かわいいな第2球変化球ストライク、インローへ、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、打ちました。なあこんなんばっかやな。いやワンチャンじゃね、ピッチャーから一塁送球、惜しい、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。お、チャンスじゃん。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは1年生マシオ。ちゃんラッキーガール使う、ラッキーガール。で任したよ、もう第9見送ってストライク、任したよ、ヒット1本で先制だからね。第3球一つ外してボール、怖いだ、ちゃんと振ってけよ。打ちました。あーいや、ラッキーがついてる、ラッキーガールがついてる、落とせ、来ました、これが来ました、これが来ましたよ。いや、ガンガン行きましょう。エンドランか。エンドランの意味ある?エンドランしてみる?エンドランの意味あんのかな?で、引っ張ったりした方がいいだろう。第9、投げた!初球はストライク。自分が足早いなと思うけど。第3球を投げた!内角際どい球。おー、いいね、見てくね、いいよ。次は4球目、4球目からその後ろの跳ねてる髪嫌いじゃないよ俺は。第5球投げた、高め、あんや、内野のショートこれは守備入らない、アウト。まあ先制したんでね、良いでしょう。あはは、取り返されたよ。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生板山、今日はファーストゴロと板山ちゃん調子悪いな、すんげえ調子悪いな。ストライク。第2球投げた、打ちました。てかチームの頭文字書いてないのかな、あれ P のままなんだけど、変えれんのかな。失点すれば負け越しです。ワンアウトランナー、まずいバッターは1年生長尾、今日はセカンドゴロとセンターフライ、マウンド上ピッチャーは関。
頑張れよ関ちゃん。打ちました。あっと引っ掛けた。いいね。セカンド後方だ。取りました。このまま行くと向こう3人はエースなんだから頑張ってくれよ。いや、イガマちゃん可愛いな。キャッチャーのイガマちゃんマジで可愛いな。投げました。ストレート決まってストライク。第2球投げました。ボール。さあ抑えれば、ここちゃんと抑えれば勝ちは見えてくるぞ。いいねいいねいいね、いいとこついてくよ。しっかり低めで投球。これから4球目打ちました。よし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 、スリーアウトチェンジ。あーまた守備か。ノーアウト2塁はつらいな。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生藤崎。結構打ってんな。しかも北条、第3球を、あ、北条ってめっちゃ強いんじゃなかったっけ、みたいな感じ。田所、ボールを掴んだ。いやー厳しいな、厳しいな厳しいな。なおもピンチが続きます。あーでもこいつ結構打ち損じてるぞ。投げました。ストライク。まずは入れてきました。24本ホームラン。投げた。ボール。65打点えぐいな。第3球を、総力 B ってところを見ると結構超高校級とかだったりするんじゃない。第4球を投げた。打ちました。てかまあこのメガネとか的に転生プロ感あるよね。うーわ、うまいところついてくんな。2対1。2塁タッチはセーフ。北条タイムリーツーベースヒット。しょうがないしょうがない。なおもピンチが。いい勝負してるよ、格上相手に。全然いいよ全然いいよ。第9初球空振り。いいね。第2球投げた。シュートはボール。大丈夫大丈夫、いけるよいけるよ。第3球を投げました。直球決まってストライク。ここはねー、さすがに投球これから1点差じゃないと追いつくの厳しそうだから。うわーやばい、回られてるよね。いやー2点かー、ちょっと厳しいかなー。ガールズ追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、ノーアウト1塁はでかいぞ。センター返しちゃおっか、センター返しちゃおっか。第9投げました。ストライク。早いからな、引っ張ってもいいかもしんないけど引っ張っとくか。第2球投げました。アウトコース高め、ストライク。第3球は打ちました。あーまあ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 、攻めてもの進塁だ。ワンアウトランナー2塁に変わります。ここまで2安打。さあミラクル岩間ちゃんが出てきました。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。センター返せ。投げました。内角高め、カーバー外れてボール。いいんだよ、サクッとホームラン打ってくれて同点にしてくれていいからね。第2球投げました。低めの球空振り。やばい、ちょっとプレッシャーかけすぎちゃった。いや君ならできる、大丈夫。打ちました。アルボー。いよいよ追い込んでから投げた。流し打ち。うーん惜しい。ファー投げた。先ほどヒットを空振りしてるところも可愛いよ今野ちゃん。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました。初球打ち。キラーが取った。1塁送球アウト。3アウトチェンジ。やっぱ速いピッチャーに流し打ちは無理なんかな。ガールズ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面。ラッキーガール使え、ラッキーガール。山北今日はここまで3打数1安打1三振。お前だ、ラッキーにかけるよ。初球ストライクから。ストレートはボール。第3球を投げた。ボール。さあ4球目ボール。うん、いいねいいね、よく見たよく見たよく見 たし。いやこのままでいいか。次は5球目内角ストライク。頑張れ頑張れ、入れてくるぞ入れてくるぞ。第1球を投げた。うわー、まあ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 、振っただけいいよ。大原揺さぶる。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。揺さぶってみました。揺さぶってみたものの、揺さぶってみたものの。初球空振り。お、急に疲れたね、調子が落ちたから。チャンスよチャンスだよ。第3球を投げました。空振り。追い込んで第4球を打ちました。オーマイガー、オーマイガー。
幸降板。マウンド上は杉浦。ガールズ、何としても得点を挙げたい9回です。バッターは貝塚。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。引っ張れ引っ張れ引っ張れ。初球を打ちました。まあ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 、頑張れ、まだいけるよ。バッターは3年生宮崎。全然前回みたいなことあるからね。持ち前の熱血が力を発揮。全然前世みたいになったけど、全然前回みたいなことあるから。ストレートはボール。まずは低め、一発ドカン入るから。第2球投げました。インハイボール。第3球を投げました。見送ってストライク。いや、振ってけ振ってけ、入れてくるぞ。第4球を投げました。外を際どい。あら、投球これから5球目。頑張れ、いける。5球目。いやー、それ見てましょうか。大丈夫大丈夫、君ならできる、君ならできるよ。頑張れ頑張れ。投げました。打った。いいね。あら、まあ1番か。第9ストライク。いよいよいよ、しょうがないしょうがない。第2球投げた、打ちました。終わった。次は取って終わった。いや、でも頑張ったんじゃないかな、架空相手に。いいと思うよ、僕は。いいと思って、なんだ、無責任すぎるな。ということで、次は春の大会かな。次のイベント何かわかんないけど、次のやべえかもしれんな監督。次の大会でお会いしましょう。それでは本日はこの辺りでおしまいでございます。バイバーイ。